はい、こんにちは。さあ、今日はですね、新しい銃の紹介でございます。はい、まあね、射撃とか狩猟とかやってると、なんか知らないけど銃って増えていくんですよ。もうこれはね、やってる人たちにとっては共通の悩みじゃないですかね。なんかツイッターなんか見てるとね、気がついたらガンロッカーから銃が生えてきましたとかねいろんなこと書いてる人がいますけれども、そうなんですよ。なんかいろいろあってね、銃って増えるんですよ。はい、では僕もね、増やさないように増やさないようにと思っていたんですが、また一丁増えてしまいましたんで、今日はそのご紹介でございます。じゃあもうね、早速なんですけど、ちょっと銃見せましょうか。今回、新たに購入しました銃、こちらです。ベルナルデリの水平2連でございます。はい、ベルナルデリ、これはね、イタリアのメーカーかな。そちらのですね、水平2連これをですね、購入いたしました。はい、で、水平2連に関しては、ちょっと一回置きますね。これ僕はずっとね、これ使ってたんですよ。ガーランドの水平2連で、このね、ガーランドの水平2連すごくやっぱ良くて、で、過去にね、動画上げてますけれども、やっぱ軽いし、すごくね、量で使いやすいっていうのもあって、これを使ってます。はい、猟銃の選び方の動画とかでもね、これの良さっていうのをお話ししたと思うんですけど、すごくね、いいんですよ。で、まあこれはね、もちろんね、なんです、今でも使ってる銃なんですけど、なんで新たにこのベルナルデリのこの水平2連行ったかっていうところ、ここね、ちょっとちゃんと話しとかないとあいつただの銃マニアで銃いっぱい買ってるだけじゃないかって思われちゃいけないんで、一応お話ししとくと、このね、水平2連銃は、来期もやっぱ実用で使う予定なんです。で、このガーランドの水平2連、これね、僕ね、ガーランドって言ってるんですけど、書類上は確かにガーランド SP っていう銃なんですね。で、ただガーランド社でおそらく水平2連の銃を製造したっていう記録はないんですよ。で、とにかくこれ銃が古すぎて、本当ね、詳細がわからないです。多分ガーランドじゃないんですよ、これ。で、どこ製の銃かもわかんないし、日本に入ってきたその経緯とかっていうのも全然わかんないんです。で、何が困るかっていうと、要は壊れちゃった時に部品出ないんですよ。部品出ないというか、出しようがない、これ何かわかんないからっていうのがあって、ちょっとこれ困るなと。で、なんていうんですかね、こうしっかりと設備を持ってるその銃砲店で腕のいいガンスミスの人とかがいれば、壊れた時に、まあ、中見てもらって最悪部品を作るとか、何か他の水平2連の、パーツとかうまく加工してとかっていうのももちろんできるとは思うんですけど、要はそれをやってる期間って使えないじゃないですか。で、何にせよ漁期って11月1月2月の3ヶ月しかないんで、漁期中に例えばこれが壊れちゃった、で、中見てもらって部品作ってもらってなんてやってると、多分この銃使えなくなっちゃうんですよ、その料金で。まあ、まるまるね、1年無駄にしちゃうなと思って、それはさすがにと思ってですね、水平2連がすごくいいんですけど、こういった問題は困るなということで、はい、今回、新たにですね、こちら、ガーランドじゃないや、ベルナルデリ、イタリアのね、の、水平2連、こちらをですね、
お迎えしたという次第でございます。はい、でいいですよ、やっぱり水平すごくね綺麗です。あの彫刻とかね、なんでしょうね、結構こう細かく、はい、こだわりを感じられますね。すごくなんか銃としてもねやっぱり美しいです。やっぱ水平っていうのはね、この形とかも、はい。でまあガーランドと違うところとして、これねトリガーがね単引き1個しかないんです。はい、でガーランドの場合はよいしょ、ね両引きってね、トリガーがね2つついてるんですよ。はい、内訳ができるんですね。でまあ左右で絞りが違うから、まあすげえ近距離で出た時とちょっと遠くで出た時で、まあどっちのトリガーで撃つかっていうのをね選べる感じなんですけど、今回のこのベルナルデリーはですね単引きなんで、左右どちらっていうのは選べませんっていうかね、選ぶ必要がないんですよ。っていうのは今回のこのベルナルデリは左右絞りが一緒です。はい、で絞りはね口径測ってみたら両方ともインプシリンダーっていう絞りなんですね。改良ヘイトで、これ実は前のオーナーさんが何に使ってたかっていうと、これ四つ足で使ってたんです。で四つ足でスラグ弾打ってたんですよ、こいつで。だから左右ともに、インプシリンダー改良兵頭っていう絞りになってます。でなんだろう、スラグ打ってたぐらいだからやっぱ銃としては頑丈なんでしょうね、すごく。うん、なんでそういった信頼性とかもね、ある銃なので、ちょっと、今後ね、こちらの方も使っていきたいなというふうに思ってます。はい、まあこれちょっと山で使ってたやつなんで、ところどころね、傷とかはあるんですけど、まあ実用上はそんなに問題ないと思いますんで、はい、ちょっと今後はね、これで量の方も頑張っていきたいなというふうに思ってます。はい、でまあちょっとね打ってみないことにはね、まだこの銃の実力というかね、フィーリングが分かんないんで、早速ですけれどもちょっと射撃場の方に行って、これ使ってみたいと思います。うん、でインプシリンダーなんでちょっとトラップだときついかなっていうのはあるんですよ。まあ、やるんだったらもう左右インプシリンダーだから、まあ、スキートで使うのがいいのかなと、まあ、取り打ちだしね使うの、うん、そっちがいいかなと思うんですけど、まあ、僕がメインがやっぱりトラップが多いので、ちょっと比較としてはまあちょっとトラップで打ってみたいと思います。できるだけ手前手前でね、近距離で打っていけばインプシリンダーでもそこそこどうにかこうにかなるんじゃないかなっていうのがありますんで、はい、じゃあ早速、射撃場の方に行ってみましょう。はい、ということでね、社長の方にやってまいりました。でこの日はねもう映像で見てもらって分かると思うんですけど、雨がすごくてね、若干ね、クレーが見づらいなっていう中での射撃となりました。はい、で水平2連早速撃ってるんですけれども、これねやっぱね軽いんですよ、やっぱ水平って。で特にねこの前のラウンドまで上下2連使ってて、でそこからね水平にパッと持ち替えて撃ち始めるんですけど、ほんとね軽いからシュッて銃先がね上がっちゃうというか動いちゃうっていう感じですね。でこれね一応ほらショットカムを重心につけてるじゃないですか、前の方に。だから、まあ、バランスとしてねだいぶ重くはなってるんですけれども、やっぱりねそれでもこうシュッシュッてこう銃先が走ってしまうというか簡単に動いてしまうっていうのがあって、まあ久々に水平打ちましたけどね、慣れるまでがねちょっとね時間がいるなっていう感じです。で今これで7枚目かな。うん、まあちょこちょことはね、当たってはいるんですけれども、結構ねなんて言うんだろう、様子を見つつこうかなこうかなっていうので、ずっと打ってるっていう感じですね。
はい。で構えた感じもね、やっぱりそのトラップ用の上下2連とは全く違う感じがあります。本当にこうコンパクトで、短くて軽いっていう感じなので、なんか肩にパッとつけた時も銃がねがっちりした感じではないんですよ。なんかなんていうのかな、ちょっとこう軽くて、おもちゃとまでは言わないけども、なんかこうモデルガンのなんかおもちゃをなんか構えてるような感じって言ったらいいのかな。まあ量ではね、その軽さがまあすげえ武器になるなっていう話はしましたけれども、このねクレー射撃ってなるとね、なかなか厳しいところですね。はい。であとはそうだな、その狙い方、これ水平2連とか、まあ、実猟銃とかって基本的にまあ小正はついてるんだけど、中間小正ってついてなかったりするんですよね。だからこう構えた時にリブをどの角度から見ればいいのかっていうのがね、なかなか難しい。これはもうこの素点っていうか当たるところを探しながらひたすら打っていくっていう感じなんですかね。だからちょっとこれそういうのもね、打ち込んでいかないと分かんないかなっていうような気がします。はい。もうこれ半分以上打ってますけど、当たってるのどうですかね。半分くらいかな。ちょっとねやっぱりどうにかこうにかですね。はい。で今のも一応二の矢でどうにかこうにか当たってるでしょう。だからまあある程度の距離だったらインプシリンダーでもまあまあまあ効くのかなっていう、トラップでもね。ただこの打ってるセットっていつも打ってる公式セットじゃなくて、練習用のセットなんですよ。だからクレーもめちゃくちゃ遅いし、左右の角度も切れてないっていうそのクレーなんで、まあまあ普通にこれこの前上下で打った時はだいたいまあ2枚抜きとか3枚抜きぐらいの、はい、ゆるいゆるいセットです。あ、これ今のね二の矢が出なかったの。初矢打った後なんかガクガクってなってるでしょ。あれね、二の矢を初矢二の矢ってパンパンって打とうと思ったらなんかねうまく弾けなかったっていうねだけなんですよ。はい。まあバカバカーンって連射するようなね銃じゃないですからね。これは、はい、っていう感じで、打ちまして、もうこれで最後かな。最後打ち終わって12枚と、まあ、初めてなんでこんなもんですかね。こっからもうちょっと練習を続けていこうかなと思います。